皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、はい、今日は水曜日の値動きなんですが、今日もですね、地合いがものすごく良くて、日経平均プラス353、綺麗な上昇ですよね。あの平均線の全部上を推移していて、陽線連発で2万9000を突破ということで、逆にですね、綺麗すぎて下げが怖いというか、怖いぐらいの上げですね。ニューヨークダウンもこの下髭の陽線ですね、ここですね、ここからもずっと綺麗な上昇を続けています。なので今のところはですね、ある程度地合いのおかげで助かってる銘柄っていうのもあるんですが、崩れた時の売りが怖いなっていうのはあります。これはマザーズなんですが、マザーズも上昇で、全てね、上昇中で崩れたわけではないんで、目先というかですね、今のところはいいんですが、今後崩れたりしたら、ここまで上げたんでね、利確と損切りやら売りやらでちょっと怖いなっていうのがあります。で、地合いが良かったんで、全銘柄ではないですが、自分が見てるところは、7割、5分ぐらいですかね、8割弱ぐらいプラスで終えてるところが、多いです。で、今日のポイントというかですね、自分が思ったこととしては、決算期で、最近はね、この決算の後にストップ高がストップ安って結構激しい、値動きっていうのが多かったんですが、今日の IR とか見ても、決算のピーク終えたので、ここからは、ゲームのね、関連、ガーラみたいなところで行けば新しいアプリで上がったりとか、医薬品とかね、医療バイオベンチャーで行けばね、この前のキャンバスとかみたいに、次の新薬とかの期待で大きく上げるっていうのが目立つかな。決算で動くっていう時期が過ぎたんでね、次の決算に向けてまだ時間がありますんで、IR 次第かなっていうところがあります。で、資金が集まってる銘柄っていうのも、だんだんというかね、こう決算ごとというか、変わるポイントっていうのがあると思うんですけど、今日はですね、例えばガーラとか、ダブルスコープみたいに、資金が集まってたところが、大陰線とかね、上髭の陰線、ガーラで行くと昨日が、陰線出て、今日も長い上髭の陰線ということと、ダブルスコープ、決算前からね、続いていて陽線で、高値更新したんですが、上髭の陰線っていうことで、地合いのせいではないと思うんですよね。地合いとしては良かったんですが、ということで、1日目なんで、明日もう一回ね、陰線出るとかなりこう、崩れたというか入りづらいと思うんですが、こういうふうに変わってきた銘柄と、逆にこう決算の後ね、大きく下げていたフロンテオ、久保田製薬みたいなところが、これはその業績的な買いではないですけど、資金集まって PTS 大きく下げてたのに、ザラバではかなり上げてるというところが、今日の、ポイントかなと自分は思ってます。で、早速、銘柄見ていきたいと思うんですけど、まずはダブルスコープからですね。ダブルスコープ、PTS マイナス12なんですが、ザラバマイナス146、5.9% 下げなんで、今までがね、強く上げてきた分 5% なんですが、その上げ下げというよりも、ここまで、続けてきたね、チャートが、前回の売りシグナルというかね、でかい上髭だったり、陰線、大陰線とかを見ると、やっぱりこの2500手前のね、明らかにポイントになった、この転換期になったとここですよね。で、それ以来、ここ一回ストップ安まで下げた日はありますけど、下のね、長い下髭の陰線ありますけど、基本的にはやっぱり、上髭のこうでかい陰線、分岐点になりそうな陰線っていうのは、もう久々ここ以来ですかね、
かと思うんですが、まあ明日この2500、まあ今日30ぐらいだと思うんですけど、この高値を超えていく陽線が出れば、まあ上昇継続ですし、大きなね陰線というか、まあ、2000前半に向かうようであれば、ちょっと売りが出るかなっていう感じで、まあシンプルにこれだけ見ればもう売りっていう人が多いと思うんですけど、まあ自分ももう今のところポジション全部ないです。もう全部利確して今0枚の状態なんですが、まあ本来だったらまあ下げで結構まあ8割9割ね、まあ、決めつけじゃないですけど、まあ、下がるだろうなっていう目で見るんですが、まあ実際業績も良くて、みんな下げたら買い、みんなっていうか、まあ下げたら買いたいっていう方も結構多いと思うんですね。まあなので下もね硬いと見ると、今日この上髭の陰線の後ですね、陽線でこう高値超えていくっていうことも捨てきれないなっていうことで、まあ今日1日だけなんでね、まだまだこの踏み上げというかね、この上げも、頭に入れつつ、今のところ本当に、まあ、7-3 ぐらいですかね、ちょっと明らかに強いチャート売りっぽいなっていうのが7割と、まだでも3割、これを超えていく可能性もあるなというところで、まあ、今ノーポジなんですが、まあ、明日の、まあ、日足を見てからとかね、か、まあ、明日のザラバの途中で、高値ここ2500に向かうようであればね、また入りたいなっていう感じですね。買いで入りたいなっていう、まあ明らかにこう下げていくならちょっとやっぱり入りづらいですし、明らかにこう2250とかね割らずに強いまま綺麗な上昇チャートで明日いくようであれば、まあ5バーとかね引けにかけて高値超えていくというかね、チャレンジしていくようであれば入りたいなっていうふうに自分は見てます。で、あとはですね、からは 7% 以上の下げとなってます。まあ、ただ始まった時ですよね、前場の段階は結構上げてて、まあ、900手前880ぐらいですかねまで行ってたんで、これ勢いよく続くのかなと思ったんですが、まあ、5場からですね大きく下げました。で、まあ、上ヒゲの陰線で、昨日も、まあ、下ヒゲなんですが陰線と、まあ、800で、まあ、ここに、まあ、あとここですよね。で、その前が900にあるんですが、まあ、かなり、800で跳ね返されている、まあ、3回大きなポイントがありますよね、直近でも。まあ、なので、次、まあでも700でもかなり硬いんでね、700で、まあ、そこ固めてというかね、また上向かえるかと。これでまあチャート崩れるというか、700をきれいにね、スパンと割ってきちゃうと、まあ次、まあ600、500と、まあ100円刻みで結構ね、ここは反発してるんですが、まあただガーラに関しても、業績自体は別に良くなっているので、安くなったら買いたいとか、まあある程度利確とかの売りが出たとしたら、買いでいいんじゃないかなって思います。まあ、一時的にね、思惑とか期待とかね、IR だけで上げたっていうよりも、しっかり業績伴って上げてきたとこなんで、まあ、わざわざね、上髭の陰線とかちょっと下げてる時に入らなくても、陽線出てからね、入ってもいいかなっていうのもありますし、まあ、業績良くなってるってとこで、ちょっと長い目で、しっかりチャート、また反発した時に入ればいいかなという感じで見てます。はい、次はメディネットなんですが、まあ今日も下ヒゲの陰線、まあ、出来高もほぼほぼなくなってきて、まあ、ないっていうより、まあ、かなり減ってきてですね、この強いところから見るとね、かなり減ってきて、まあ、売りも買いもないと。上がるなら一気に行ってくれんじゃないかなと思うんですよね。まあメディネット期待してね、まだホールドしたままなんですが、まあ、メディネットのチャート見つつですね、ちょっと注目銘柄いくつか読み上げていきたいと思うんですが、まあ、アジア開発ですね、PTS5.6 でキャンバス、マイナス24で DDS マイナス6ですね、
一回ね大きく反発したんですが、またちょっと決算のことでね、ごたごたというか、不安な部分が出てきたので、今67ということですね。でテラ、終値、ね、8円で今日引けて、マイナス 20% なんですが、ちょっとやっぱり高く寄りついて、この一桁になるのが時間かかったかなというところで、マネーゲームというか面白みなく、自分は結局こう最後のね、値動きには入らず、終えそうです。で最後ですね、冒頭にも言った、久保田製薬フロンテを見て終わりたいと思います。はい。で久保田製薬がプラス20なんですが、昨日の PTS が安いところね、103とか100前半の時があったんですよ。で今日の高値192なんで、PTS の低いところで買ってですね、今日高いところ、一番上と一番下なんで、ちょっと大げさになりますけど、PTS からこの朝一ですね、もう約2倍ですよね。2倍達成してると。こんな短期間で2倍ってなかなかないと思うんですね。ものすごい、PTS からのリバウンドでしたね。プラス20。ただ、今までも言ったように、3区で、リバウンド狙ってたんですが、ザラバで見ると3空取れずというか、ならずだったんですが、PTS で考えると3空で、買われてあげたんだなと。だから自分は入れませんでした。ザラバで、ね、今日思いっきり下げて始まってくれれば、がっつり、買いで入ろうと思ったんですが、PTS で買った方が今回は勝ちということになりました。で、同時期にね、決算で、大きく下げていた、フロンテオも、似たような形、PTS で昨日買った方が、がっつり取れたという形になっています。プラス77、9% 上げということで、昨日の PTS は安いところマイナス100以上、引けも70ぐらいだと思うんですよね。そう考えると、ここも、PTS からは 20-30% ぐらいですかね、安いところ、20-30% ぐらい上げてるんじゃないかと思います。なので昨日はね、久保田フロンテを PTS で買った方は本当にすごいなと思います。これは、タイミングというかね、地合的なこともあると思います。これ今日地合ものすごい悪かったら、さすがにここまでね、両銘柄とも大きく上げれたかはわからないですけど、地合とかですね、他の銘柄、資金が行くところが今決算期も、終えてというかね、IR とか大きい動き待ちっていうタイミング、いろんなタイミング重なったと思いますが、今日の、見どころというかですね、激しく動いたところかなと思います。今回は以上になります。よかったらですね、下の概要欄から、Twitter のリンク URL 貼ってあるんで、よかったら Twitter もフォローしていただいて、またこちらのチャンネルですね、YouTube チャンネル、よかったらチャンネル登録していただいて、また別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。